ではただいまから記事記者会見を始めさせていただきます。今日は一つは先ほど国の対策本部で、岐阜県がまん延防止等重点措置区域の指定を受けたということと、同時に本日の感染者数が、岐阜県にとりましては過去最大値の105人ですか、これを大幅に上回る130人ということで、大変いろんな意味で、衝撃的な一日でございました。まずまん延防止等重点措置区域の指定について申し上げますと、お手元 の指定を受けてという資料がございますが、これをご覧いただければと思いますけれども、ご案内のように、私どもはすでに4月23日から、第4波の非常事態宣言を発し取ったわけでありますが、その一環として、28日に、まん延防止等重点措置区域への指定を、国に要請をさせていただきました。で、以後、国といろいろとデータの交換、意見交換などを進めてまいりましたけれども、本日、先ほど政府として正式に、指定を決定していただいたということでありまして、岐阜県の状況についてしっかりとご理解をいただいて、そして、指定をいただいたことに、私どもとしては、感謝を申し上げる次第であります。で、これを受けまして、非常事態宣言でやっておりました時短の、飲食の時短の16市町について、そのままこのまん延防止等重点措置区域の、区域としてまた指定をさせていただいたということでございます。これと合わせて、いくつかの政策について、法の裏付けを持った措置ということで、これまでの行政指導による非常事態対策というものを強化をしていくということになったわけでございます。で、他方、まさにこの時を同じくして、お手元の資料にありますように、10万人当たりの感染者数、これございますが、130人を10万人当たりに引き直しますと、26.88 人ということでありますが、ご案内のように、すでにこの赤いゾーンですね、フェーズ4に感染者の数としては、すでに達しておるということであります。それから、病床でありますけれども、これは昨日までの数字が今、手元にあるわけですが、すでに 48.3% ということでありますが、本日の130名を病院なりホテルなりですね、それぞれに隔離いたしますと、まず間違いなく、明日出てくる数字は、この赤いゾーンに入った数字になるであろうと、50% を上回った数字が出てくるであろうということでございますので、国が言うところの感染爆発段階といいますか、フェーズ4に岐阜県も入っていったということでございまして、こうした厳しい状況を踏まえて、さらに積極的に対策に取り組んでいく必要があるということでございます。私どもの大雑把な試算によりますと、これから100人程度感染者が毎日続きますと、あと10日ないし半月の間に病床が埋まってしまうと、こういう見通しでございまして、そういう意味でもかなり切羽詰まった状況に至っておるということでございます。これまで何とかして自宅療養者ゼロということで頑張ってきたわけでありますが、これを貫きたいということで、これから岐阜県を挙げて対応していきたいと思っているところでございます。で、このまん延防止等重点措置区域でありますけれども、ここにありますように5月の9日、あさってからスタートをいたします。そして5月31日までということで、23日間、この対策を進めていくと、こういうことになるわけであります。なんとか1日あたりの感染者数、新規感染者数を50人を切るところまで、この5月31日にですね、持っていきたいというのが私どもの差し当たりの目標であります。もちろん、その先、ゼロに持っていきたいわけでありますけれども、まずは今月いっぱいで
50人を切るところまで持っていきたいと、まあ、そんなふうに考えておりまして、まあ、これまでやってきた第4波の非常事態宣言に基づく対策に上乗せということで、この資料の次の2ページ目、3ページ目のような対策をですね、さらに追加をして進めていきたいと、まあ、こういうことでございます。で、まあ、これでやっていきますけれども、仮にさらに状況が悪化すれば、休業要請も含めて、まあ、人の行動の抑制につながるような対策をもう一段追加する必要があるのかと思いますし、当然、このまん延防止等重点措置区域の段階から、緊急事態の段階へということも、まあ、考えなきゃならないかというふうに思っておりますが、まずはこの今日指定された段階で最大限の政策を打っていくということで、努力をしていきたいと思っております。まあ、県民の皆さん方にもぜひご理解とご協力をお願いしたいというふうに、まあ、思っているところで、ございます。で、対策につきましては、この2ページ目と3ページ目に書いておりますけれども、特に、これまでに上乗せしている部分は、飲食店の時短でありますけれども、まあ、これまで通りの5時から8時までということでありますが、条件をつけておりまして、終日酒類の提供を行わないことと、それからカラオケ設備の利用を自粛することと、この2つを要件、条件として、短縮要請に対する協力金を出しをするということでございます。それから法に基づく協力金になりましたので、単価が少し上がりまして、現在の 2.5 万円から 7.5 万円という幅が3万円から10万円という幅になります。これは法律上に移行したことに伴う増額と、協力金の増額ということでございます。それから、この時短要請をしております対象区域内のすべての飲食店に対しまして、酒類の提供を行わないように要請をするということ、それからカラオケ設備を有するすべての県内の店舗において、利用自粛を要請するということ、この法第31条の6の第1項というのはですね、命令あり、罰則ありという規定でございますので、そういった法の強制力を背景に、要請をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。まあ、そのためにも、飲食店の見回りをこれまで以上に強化いたしまして、要請のへの協力、あるいはアクリル板等の設置について、しっかりと見届けていきたいと思っております。また飲食店以外のこうした措置の影響を受ける中小法人、個人事業者等に対する支援につきましては、国の方で予算を用意しておられまして、今、その具体的な制度といいますか、配り方について準備中でございます。まあ、それが明らかになったところで、私どもも積極的にこれを活用したいと思いますし、まあ、仮にこれでも不足するような事態があれば、県独自でも何か考えていきたいというふうに思っておるところでございます。それから県民の皆さん向けにはですね、今度は逆に、まあ、感染防止対策が徹底していない飲食店、まあ、端的にはステッカーを貼っていない店というふうにお考えいただければいいと思います。そういったお店とか、あるいは時間短縮の要請に押しても応じていない店、そういったお店の利用を自粛をしていただきたいと、まあ、いうことでございます。これも法に基づく自粛要請でございます。それから、まあ、自宅を含めて大人数長時間での飲酒の自粛要請ということで、このところ、飲食店での、まあ、飲食のみならず、ホームパーティーといいますかね、自宅で多くの人を集めて会合をやって、それがクラスターの元になっているというようなケースもありますので、あえて自宅も含めてということで書かせていただいております。それから岐阜県の河川敷、大変魅力的だということで、特に県外から非常に多くの方が、まあ、バーベキュー等々ですね、やりに来ておられますので、これについては自粛要請をし、まあ、進入路の閉鎖も含めて徹底をしたいということでございます。それから、対策の2番目は外出移動の自粛でありまして、まあ、これまでは慎重に判断をしていただきたいという言い方をしておりましたが、今回は端的に不要不急の外出移動の自粛であったり、あるいは愛知県をはじめとして緊急事態措置区域、あるいはまん延防止等重点措置区域との往来については自粛をお願いしたいということで言い切っております。またその他、しばしば指摘されますが、電車、バス等ですね、
マスクをしないで乗っている方がかなり見受けられるというご意見もありますので、交通業者に対して、乗車時のマスク着用の徹底をするようにですね、協力を依頼しようというふうに思っております。それからイベント等につきましては、これまで収容率、参加人数、ここに2つ基準がありますが、これの大きい方まではいいですよと言っておったものをですね、小さい方を、少ない方を上限にするというふうに切り替えます。それから5月末までの県、市町村、指定管理者主催のイベントについて、さらに見直しをするということでございます。このゴールデンウィークにはかなりの3分の2から4分の3の行事については中止ないし延期をしたわけでありますが、同様に5月末までのイベントについて早急に見直しをするということでございます。それから外国人県民向けの感染防止対策でありますが、予防的検査をさらに積極的に進めていくと。それから教育現場における感染防止対策、これは特に若者ですね、対策の2の外出移動の自粛にも括弧して特に若者と書いてありますが、今その若者の感染の広がり、それから若者から高齢者への感染といったことが大変懸念されるものですから、教育現場の若者についてもですね、部活動、課外活動、あるいは事業についてもですね、遠隔事業等々ですね、これについては来週早々にもですね、このコロナ対策に関連する、教育関係者の協議会がございますので、お集まりいただいて、具体的にどういう対応をしていくか、検討し、結論を出したいと思っております。それから高齢者のワクチンの優先接種につきましては、国の方で6月末までに必要なワクチンは供給すると。よって、7月末までに接種を完了するようにと、こういう、目標が来ておりますので、なんとかその目標を達成するべく、今、市町村、あるいは各地域の医師会等々とご相談をして、シナリオを作りつつあるところでございますが、それを促進する上でも、時間外とか休日にですね、医療関係機関がオープンして、ワクチン接種に当たっていただくというようなことにあれば、必要な協力金をお渡ししようとか、あるいは医師、看護師の方々への、接種費用、上乗せ支援といったことも、検討していきたいというふうに今思っております。最後に広報についても積極的な啓発活動をやろうということでございます。以上の、内容で、このまん延防止等重点措置区域として、今月いっぱい対応していきたいと思っております。で、特に今回のこの、感染者の急増、それからこの先、ベッドの確保、そして、自宅療養者ゼロの堅持といったことについて今懸念が生じてきておるわけでありますが、そういう意味で、今岐阜県としてもフェーズ4というか、まさに新たなこの感染症対策の段階に入ったということを改めて強く感じているところでございます。ここに至ったということについては、やはりこの変異株の怖さといいますか、非常に速いスピードで感染が進んでいくと、それから若者の重症化、そして若者から高齢者へといったような流れが急であるということもありますし、それからこのところの感染例を見てみますと、地域的には全県的な広がりがございますし、それからクラスターももちろんありますけれども、後発例といいますか、個別にバラバラとこうさみだれ式に感染者が出てくるという例もかなり出てきておりまして、こうなってきますと、県内すべての地域にわたって、そしてすべての立場の方々、また最後は県民お一人お一人の日々の行動、活動、そういったところに至るまでですね、あらゆる地域、あらゆる面にわたってのオール岐阜の総力戦がいよいよ開始になると、スタートしなければいけないと、こういう思いでおります。以上、今日の重点措置区域の指定と、それから急激な感染拡大についての私どもの考え方を申し上げた次第であります。よろしくお願いいたします。それでは幹事社、新知事さん。
先進部になるはい、まずこの前橋をどういう形で今日いつ頃伝えられたのかっていうのと、何か大臣から言われたこととかあればっていうのと、あとこの、正式な要請から1週間ちょっと経ってますが、このタイミングでその指定というのの受け止めをしてください。そうですね、もういろんなルートで政府とはやっておりますので、大臣からもそれから事務的にもですね、今日、あれですね、最終的に、出すよという話はありましたけども、そこに至るまでに、岐阜県のこのゴールデンウィークを通じての厳しい状態についても、十分理解をしていただいておりましたので、私としては全体を見直す中で、岐阜県についても私どもの考えに沿った対応をしていただけるのではないかという、感触をずっと持っていたわけですけど、その通りになったということでございます。はい、まん延防止を受けて、時短要請など強制力を伴う部分は求めたとして、それ以外 の, 自粛をお願いする部分に対して、これはこのまん防要請の対象となる16市町以外の県民に向けても同様に求めているという理解でよろしかったですか。この今日書いたこの対策はまさにまん延防止の指定に伴う対策でありますので、まん延防止の措置区域の指定という観点からやる対策と、それから、そうではなくてもすべての県、あるいは県民、あるいは飲食店にですね、やってほしい対策と、両方ちょっと混在しております。ですから、例えば2ページ目にも、時短要請対象区内と断ったり、あるいは、県内すべての店舗と断ったりですね、そこはできるだけ混同のないように書いたつもりでおりますけれども、それから例えば外出移動とか、イベントとか、これはもう区域の問題ではありませんので、全県的な話だと思っています。ですから、このまん延防止に該当すると、一番、端的なところは、やはり飲食店に対する時間短縮についての法的な効力が、明確になるというところだと思いますね。ありがとうございます。酒類の終日の提供の自粛というのは、これまでの時短ではなかった条件かなと思うんですけど、これを、条件とした、理由というか、その部分を伝えたんですけど、やはり事態深刻であるということですね。酒を飲むときには当然マスクも外しますし、酒を飲めばどうしても勢い、私もそうですけど声が大きくなりますし、飛沫が飛び交うというリスクも大きくなるわけでありまして、そういう意味でこの若者の感染が急速に進んでいると、でその若者のその感染の一つの原因がこの飲食にある、特に酒にあるということで、ここは思い切って対応しようということがありますが、これはこの法律の運用上、国としては選択肢としてはすでに予定しているところでありまして、それを私どもも採用したということです。昨日専門家会合かなり長時間やりましたけれども、やはり若い方々 の外出とかバーベキューとか飲食とかカラオケとか、あるいは部活動のやり方とか合宿のやり方とか、いろんなことで丁寧にチェックすべきとかチェックすべきではないかという意見がほとんど圧倒的でありました。そういったことも勘案して、こういうことにさせていただきました。今後さらに状況が悪化すれば、休業を求める、これは緊急事態宣言を政府に要請するということになると思うんですけど、それは目安としてその
感染者数とか病床のフェーズ4というのは一つの目安だと思うんですけど、うん、なんか、まあ、それをすでに、まあ、今日の時点で、まあ、成功させてみる気が高いということなんですが、うん、要請する際のなんか どれくらいかとか何か考えていることがあれば。まずですね、関東3県とそれから東京都とのですね、緊急事態とそれからまん延防止と併存している時期がありましたよね。で、あの中でいろいろ議論があって、休業要請はまん延防止等重点措置区域に指定された地域においてもですね、休業要請はできるというのが国 の法律解釈なものですから、このまん延防止のままで、休業要請することはあり得るというふうに思っております。それから緊急事態を、まあ、どういうところで捉えるかということですね。まずフェーズ4にあることは、まあ、一つの大前提で、まあ、その上でそのフェーズ4の中でどういうベクトルでどういうふうに動いてきているかという、まあ、さまざまな指標がありますよね。そういうさまざまな指標を、まあ、総合的に判断をしているということですから、まあ、これまでの、まあ、今回の愛知県もそうですけども、まん延防止から緊急事態に切り替えた時の考え方とか、まあ、国の議論とか、まあ、そういったことも参考にしながら、それから県内 の、まあ、厳しい事情についてですね、まあ、しっかりと把握をしながらですね、まあ、よくフォローしていきたいと思っております。まあ、今の段階でいつ頃とかどのタイミングでという明確なものはありませんけれども、この今我々はフェーズ4に入ったところですね。入ってさせてその先どうなるかということで、我々としてはまずこれをさらに抑え込みたいという、ピークアウトしたいということでありますけれども、まあ、その先の状況を見ながら考えていると思います。ありがとうございます。感謝が以上です。それでは各社さんお願いいたします。ご新聞、はい、ご新聞の申します。はい、今回、まあ、結構厳しい措置で、まあ、人の行動変容を求めていくということなのかも、はい、思うんですけれども、はい、一方でその連休中とかもすごく人が多く出てたりとか、はいはい、そういう状況であって、まあ、この措置によってこう どういった効果をこう求めていくというふうに考えていらっしゃいますか。まあ行き先ですね、行き先をまあ抑えることによって、人の流れを抑えていくという、まあ角度からいろんな手立てを、まあ、提案しているということかと思います。で、まあ、今の、感染状況ですけれども、人口比で換算しますと、岐阜県の130人というのは、東京都の900人、それから愛知県の500人相当するんですよ。ですから、そういうマグニチュードの深刻な事態であるということですから、特に飲食、若者、それから外国人県民と、いったところが一つ、まあ、注意すべき要素としてある以上、まあ、それらについてどう抑え込んでいくかということで、まあ、対策を考えていくということであります。で、マンボウに移った以上は飲食についてはできるだけ、しっかりとした対策を出したいと。で、ただ休業要請はもう少し予想を見る必要があるということで、休業要請までは今回至らないという判断をしたいと思います。この要請からこの決定まで結構時間がかかったと思いますし、はいはいはい、まあ、その間もこう感染者がこう増えたりしてて、決定するのが遅かったんじゃないかと思うんですけれども、うん、なんかまあ国に対してこう、うん、要望というか、このところがあれば教えてください。まあ、私ども一貫して、まあ、4月28日からですね、すぐにもということでお願いしてきたわけでありますけれども、まあ、国は国として、まあ、全国を眺めながら調整していかれるわけですから、まあ、結果として、このタイミングになったということでありますけれども、まあ、私どもの主張はそれなりに理解していただいたとは思っておりますけれども、まあ、このゴールデンウィークに、まあ、私どもとしてはまあ法律がなくても行政指導ベースで非常事態宣言ということでやるところまでやろうということで頑張ってきたわけなので、これがまあ、あと10日ほど経ってですね、このゴールデンウィークにやってきたことがどうであったかという数字は出てきますので、まあ、そこら辺まで見極めて、まあ、見極めていきたいなというふうに思っております。今の数字は、実はゴールデンウィーク前の実態ですよね。それがまあ、この数字に表れてきているわけですから、
私どもが非常事態宣言を考えて打ち出した頃っていうのはやっぱり相当厳しい状態だったんだなということを改めて思うわけです。それが行政指導ベースとはいえですよ、県を挙げて、非常事態宣言をやった結果がどうなったかというのは、これから少し数字も出てきますので、見極めていきたいと思います。毎日のように多少繰り返しかもしれないので、相手なんですが、正式なまん延防止措置の対象区域の要請は4月28日ですね。で、そこから1週間以上経って、今日やったなんですけど、で、今日は130と、猛幅に過去最大更新してますが、もう少し早く国が指定してくれたら、ちょっとここまでの状態に至らなかったのかなとか、そういう思いは。この数字はですから、10日前の数字なんですよね。出てくるデータは。ですから、それ以前の状態だったとは思います。ですから、今おっしゃったことについての検証は、むしろこれから出てくる数字で検証されるんですね。でも、もっと早くしてれば、もっと早くお伺いしたかもしれないんですけど、10日前の数字だからこそ、もっと早くやってくれた方が、数字はどんどん対策としては上がる。私としては、早くやっていただきたいという立場はずっと言い続けてきたわけでありまして、それは私どもの立場です。で、しかし、指定に至らない間は、私どもとしては非常事態宣言ということで、それに準ずる措置でもいっぱいやってきたということですね。遅くなってしまったことについて、西村大臣なり、国の方、振り返ってどうかという話は、もう少しデータを見てから考えたいと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。お願いします。朝日新聞です。今回まん延防止の指定に関してですね、他の自治体で今要請中であったり調整中の自治体がある中で、今回こういったタイミングで指定を受けたと、これに対して改めてご紹介いただけますか。かなりの数の自治体がタイミングがそれぞれ違うタイミングで要請をしておられますよね。そういう中でいきますと、岐阜県と三重県が一番最初に同じ4月28日に手を挙げたわけで、そういう意味では岐阜県と三重県がその当初から主張してきたことについてしっかりと理解をしていただいた結果が、こういうことにつながったんだろうと、いうふうには思っております。関連で、今三重県のお話が出ましたが、愛知県、三重県 の、状況も踏まえて、今回酒類の提供についての判断をされたと、そういった要素はありますか。愛知県が今日も過去最多ですよね。それから自宅療養者の数も増えておりますし、愛知県の状況が、どういうふうに愛知県由来の感染が岐阜にどう来るかということも、ずっと見てきているわけでありますし、しばしば愛知県、三重県とも一緒に、足並みを揃えてということもやってきておりますのですから、そこら辺はとりあえず連絡を取り合いながら得てきたつもりなんですけども、今回3県とも法的な措置の対象になったわけでありますので、あさってにも3県知事会議をまたやろうということで、今調整をしております。で、同じ方向で同じベクトルで、進めていくということかと思いますが、深刻度に応じて、緊急事態宣言だったりまん延防止宣言だったりするわけですけども、足並み揃えてやっていこうと思いますが、このおっしゃったこの酒類についてはですね、愛知県も三重県も、同じ考えで、対処されるというふうに承知しております。そこら辺の対策も連携を取りながらやっております。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。リポートの国です。まん延防止措置によって、命令と、過料の適用が可能になると思います。これはあらかじめ慎重なお考え示されていますが、改めてお考えください。今日の時点ではまだその指定をされたばっかりですから、そして2つの条件を新たに課すとかですね、いろんなことを付け加えておりますので、これらについてどういうふうに飲食店の方でご理解をいただいて、どう対応していただけるかと
というところはまず第一でありますので、まあ、そこはしっかりと、まあ、見極めたいと思いますし、まあ、この辺は市町村と一緒に連携を取って、まあ、見回りをしたりですね、説得をしたりしておりますので、まあ、市町村ともよく連絡を取りながら、具体的に進めていきたいと思います。その他よろしいでしょうか。はい、それでは以上で記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。